ダークセッチを巻きます。このフライはスペックルドセッチを小さくしたような形なんですが、ボディハックルを持っていて、春先によく出るあの暗めのセッチですね、それのイミテーションフライで古くからあるフライになります。ではタイングに入ります。フックですが、フックは沢田 DD1 ブラックテレストリアルを使います。10番から16番で巻きますが、今回は12番でタイングします。スレッドです。スレッドは60ダンビルのスレッドになります。まずファンデーションをしていきます。で、アンダーボディとしまして、ムースですね。ムース、これメインになるんでしょうか。ムースメインでも、ボディでもいいんですけど、これを少し下巻きすることによって、ボディを少し太らせます。それとともにですね、太らせるのもあるんですけど、このムースそのものが、中中空になってまして、浮力がありますので、こういったものでですね、浮力を稼ぐということも考えられています。アンダーボディが巻き終わりました。ボディハックルなんですけど、ボディハックルは、レッドですね、茶色です、ブラウンですね。これレッドのハックルになります。コックのネックです。これを、縛っておいて、ボディはストリップとピーコックですね。これを使います。リブが、はっきり出るような巻き方をします。そうしましたら、ボディハックルを巻くんですけど、このちょっと隙間が空いてたりするので、その隙間を埋めるような感じで入れていくと、巻いていくとちょうどずれなくていい形になると思います。もうこれだけでね、バイビジブルというか、普通のハックル、ズールというかね、そういう感じになりますけど、でちょっとこのテールはみ出た部分はカットしてしまいます。次にウィングになります。ウィングはスペックルドヘンクイルですね。要するに鶏のメスの鶏のあのクイル、羽の部分ですね。鶏飛べませんけど、こういう模様がついたのがあります。これをウィングとして結びます。通常このマテリアルなんですけど、このマテリアルはウェットフライ、アルダーとかガバナーとかそういったものによく使われるマテリアルです。切り出して、幅を合わせますね。で、後ろと後ろで合わせます。模様が出てる方が外側になりますね。どうしても先端尖ってしまいますので、こういうふうにやると尖ってしまいますので、なるべく尖らないようにですね、こういうふうに巻きます。そのままこういうふうに巻いてしまっても構いません。こういうふうに、巻くパターンもありますので、こういうふうに使ってもらっても構いませんが、今回は左右別々につけるというか、テント型にですね、スペックルドセッチのような、スペックルドカディスですかね、そういうような形のように、上からこうかぶせるようにボディを覆い隠すようにですね。なかなかうまくつかないですかね。1枚ずつつけてみます。これ使っていただくと分かるんですけど、スペックルドヘンクイルは薄さがピーコックやターキーのように厚みがないんですね。ですからペタッとくっついてしまうんですよ。ですからこういうふうに1枚ずつもしかしたらつけた方がいいのかもしれないですね。
で後で、上で合わせると、いかにもカジスらしいっていうのは上に乗ってるよりもこういうふうに横にこういうふうに出てる、こんな形ですね。こういう方がカジスらしいんですよね。はい、うまくついたところで、カットします。あとはハックルを巻くだけですね。ハックルですけど、先ほどのボディハックルよりは少し長めのハックルになります。同じ、ブラウンです。まあレッドですね。こちらのハックルを巻きます。ちょっと割れたりしてますけど、実際には使ってるうちに割れてきます。でもこの模様はですね、そのまま生きてますので、十分使えるものです。割れたから釣れない、割れてないから釣れる、そういうことはありませんので、十分釣りには使える形だと思います。このような形で上から見ると中心が見えるんですけど、こんな形で巻き上げればいいと思いますね。ダークセッチでした。